はい、皆様、お疲れ様です。オンと申します。今回はですね、クッキングトーク、3回目ということで、ちょっと出張編みたいな感じですね。12月ということで、幼馴染と、バーベキューをしに、行ってまいりました。でね、今回の、バーベキュー場が、持ち込みありで、持ち込みもよくて、現地でも買えるんですけど、この日はね、その近所のスーパーで買って、食材だけ買って、持ち込みという形でバーベキューを行いました。でまず買ってきたものをね、全部ね一旦お皿に移して、場所を整えてますね。で、男3人でこうワイワイやってたって感じなんですけど、なんかバーベキューはね、夏とかにやることは多いんですけど、なんか僕はね、冬というか寒い日にやるのが結構好きでね、なんか去年も確かやった気がするんですけど、やっぱ1年に1回はこうやってやりたいなって思ってますね。今回クッキングはね、男3人順番にこういろいろと仕込みをやってますね。はい、一応撮影にも協力してくださいました。ありがとうございます。はい、で最近なんかね、クッキングトークが 1,2,3 本目と、あとオン散歩みたいな感じで投稿したんですけど、嬉しいことにね、なんか登録者数も20名様まで行きまして、なんか本当にモチベーション上がってますが、皆さんね、この僕のつまらない動画をどんな風に見たり聞いてるのかなってちょっと聞いてみたいですね。なんか需要ないなって正直思ってるので、本当僕唯一楽しんでますっていう方いらっしゃいましたらね、コメント欄になんかこういう動画面白いんじゃないっていう案とか全然提案していただいて構いませんので、ちょっとお願いしたいですね。はい、でなんか本当最初にもルール説明みたいな感じで言ったんですけど、この、アテレコはね、本当もう一発撮りでもう絶対やるって決めてるんですけど、本当ね、毎回この動画の尺も適当なんで、いつもね終わるタイミングがね全くつかめなくて急に終わっちゃうんですよね。そこが本当に自分も今動画見ながらね話してるんですけど、本当そこが勝負ですね。はい、で今日がこれを作ってるのが12月の今日が15日かな16日かな、12月もあっという間に半分来ましたね。もう本当あとね、この日もね幼馴染と忘年会みたいな感じで集まったんですけど、あとね 2,3 回忘年会行って いい年をこう迎えられたなって思ってるので、あと2回くらいの忘年会楽しみですね。はい、でちょっと紹介で、今回がですね、豊洲にある、バーベキュー場でして、ここ非常にね、人もね結構、この時期っていうのからなのかもしれないですけど少なくて、非常に使いやすい環境で、またね結構おしゃれな雰囲気だったので、結構おすすめですね。はい、で何話そうかな。最近そうですね、僕がですね、じゃあなんか紹介でもしようかな。僕のじゃあ趣味、じゃあちょっとずつ話そうかなって思いますが、趣味はね動画にもしている通り、まず料理
まあ、飲みながら料理するのが結構好きで、ストレス発散になってますね。あとは、まあ、お笑いが好きで、まあテレビでお笑い見るのもそうですが、まあお笑いのライブをね実際に見に行ったり、僕の友人もお笑い芸人をやっていて、その友人のお笑いライブとかね行ったりしてます。でね、もう結構その友人のコンビ名が、ガララーガっていうんですけど、まあ、このコンビもね YouTube やってるんですけど、結構ネタ全部面白いなって正直思ってて、ね、なんか友達だからなかなかこう見れないのかなって最初は思ってたんですけど、今では結構ねネタも含めてファンになってしまったという、本当恥ずかしいですね。恥ずかしいですけど、皆さんもぜひガララーガ見てあげてください。はい。でですね。で、はい。趣味、あとはまあカフェに行くことも好きで、まあカフェに行ってですね。あ、今 ASMR 時間でした。はい。まあカフェに行って。大体甘いの一品とコーヒー飲んで、まあ、過ごしたりするのが好きですね。はい。でここで、はい、ちょっと動画なんですけど、バーベキュー終わった後ちょっとね豊洲の近くにララポートがあったので、まあちょっとショッピングプラーっと友達としまして、まあいろいろね、もう久しぶりこういうショッピング大型ショッピングセンター行ったんですけど、広くて楽しいですね。なんか小さい頃も楽しいって聞かったんですけど、今行ってもめちゃくちゃ楽しいですね。何を買ったというわけでもないんですけど、プラプラってして終わりました。でまあね、ララポートの後夜になったんで、夜はですね、本当この後最後写真写るんですけど、そばを食べて帰ったって感じなんですけど、はい。でなんかもうスパイダーマンですね。まあ、ショッピングセンター行ったらいろいろやっぱ買いたくなっちゃうんですけど、やっぱね見てるだけで結構心満たされるって方多いんじゃないですかね。はい、何の話か分かんないですけど、スパイダーマンですね。はい。でまあ久しぶりの幼馴染と会ってね、すごく楽しく過ごせました。はい、これで以上ですね。最後までありがとうございます。それではバイ。